第5代、ダーンディー伯爵エドワードブライは、イギリスの貴族、政治家。1896年までは、クリフトン教と称した。第4代、ダーンディー伯爵ジョンブライ、その妻、エリザベスの次男として生まれる。長兄ジョンが、生後すぐに創生したため、次男でありながら、法廷推定相続人となった。イートン公を経て1812年10月12日に、 オックスフォード大学、クライストチャーチに入学する。1816年に文学士号。1819年に文学修士号を取得。1818 18年から1830年まで、保育党所属の庶民議員として活動した。1831年に就職したため、貴族院議員となった。1831年から1835年まで、 ミーズ党官を務めた。1833年には王立協会のフェローとなった。1835年に破傷風により死去。コバムに葬られた。伯爵位は長男のジョンが継承した。エマ・ジェーン夫人1850年8月31日、郵政長官を務めた政治家初代、コングルトン男爵ヘンリー・パーネルの娘、エマ・ジェーン城と結婚。 五人の子宝に恵まれた。ありがとうございます。